い、皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日はですね、国際協力っていうよりは昆虫って言ってもいいかもしれないんですけど、南極の研究、生物の研究とかですね、はい、をされていらっしゃる、和田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。まあそもそもなんですけど、南極とかで研究してるとか僕の周り一人もいなかったですし、はい、むしろ昆虫好きってやっぱ言える人ってすごいなってちょっと思ってるんで、いろいろそこをお聞きしたいなって思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。昆虫って何がきっかけ好きになったんですか？もともと幼稚園ぐらいの頃から生物全般が好きで、中学校に入った時に理科の先生が虫が好きな人で、夏とか冬には南米とか行ったりっていうすごい人で、でその先生から虫の捕まえ方だったりとか、なんか標本の作り方とか教えていただいて、で中学時代から週末はもう新潟とか東北とかあっちこっちに連れて行っていただいてっていうのがきっかけで。そうなんですね。先生と一緒に捕まえに行くみたいな感じだったんですか？そうですね。やば。大学自体も昆虫学みたいなのってあるんですか？あ、はい、あります。そういったところに行かれたんですか？大学時代は水産系の学部に入りまして、昆虫はまあ趣味で続けたいかなと思ったんで、うんうん、じゃあ大学の時はどっちかというと動物みたいなイメージだったんですか？あ、そうですね。でもその後大学4年生とかになって就職に行くか大学院に行くかっていうところあったと思うんですけど、はい、そこはどうやって決めたんですか？もともと将来は研究者まあ、なりたいと思ってたんですけども、行きたい大学院が決まらなくって、うん、でその頃は大学院では虫の研究をしようかなと思ってたんですね。あ、そうなんですね。でもいまいちピンとこなくって、はい、でそれで一回地元に帰って働いて、うん、やっぱり研究者ってことで、はいはいはい、大学院に今。あ、そうなんですか、はい、大学院大学って、まあ、いろんなところにあると思うんですけど、はい、どこの大学院大学に行かれたんですか？総合研究大学院大学というところです、はい、そこには和田さんがやろうと思った研究があったってことですか？そうですね。そこはでも今南極の研究されてるっておっしゃってましたよね。はい。あれ昆虫ではないですね。あ、そうですね。ここめっちゃ気になってるんですけど、はい、昆虫めちゃくちゃ好きじゃないですか。はい。で好きだからこそ研究対象になるのかなって僕はイメージとしてあるんですよ、はい、でも一貫して触ってこないというか、はい、なんか違うなって違和感があるんですよね。はい。何の違和感があるんですかこれ、はい、よく言われる趣味は仕事ではないみたいなことを言うじゃないですか。あ、確かにね。それに近いのかなと思っていて、はいはい、でも結構研究者でも2つに分かれていて、まずは純粋にもこの生物が大好きだからこの研究をするっていうパターンもあれば、現象を解明したいからその研究をしたい。なんで虫の研究者でも虫は嫌いって人も結構多いですね。え、じゃあね、それで虫の研究どうやってやるんですか？あくまで分子実験とか、虫はどこまで行っても研究材料の一つみたいな。なるほどね、はい。海外にも昆虫見に行かれたりもしたと思うんですけど、はい、本当に森っていうかジャングルに入っていくんですか？そうですね、ジャングルに入っていきます。今までどこ行かれたんですか？マレーシアとインドネシア、フィリピン、ベネズエラ、ペルー。へー、なんでこの5カ所に行かれたんですか？まず、はい、赤道が通ってるじゃないですか。赤道の下って熱帯雨林が多くって、うんうん、一番生物の種数がまあ多いって。なるほどなるほど。で虫とかでも熱帯の昆虫って大きくて奇抜な色してたりとかっていうのがあって、で、まあ、図鑑とかでこれを見たいとかいうのがあって、うん、その国って感じですね。すごっ。ジャングル行きます。ジャングルから帰ってきます。はい、滞在期間、例えば3週間だとすると、はい、どれぐらい金額かかるものなんですか？まあ、往復の代金でまあかかるとして、はい、コーディネーター費みたいなところも含めて一人当たり10万とか。でもそんなんできるんですね。現地のところに泊まるのももちろん一応お金を払うみたいな。払います、払います。でご飯とかも。そうですね。そうなんだ。アジアと今中南米が採取されてるじゃないですか、はい、アジアの違いもあるし、はい、多分中南米の違いもあるじゃないですか、はい、でも同じ赤道直下のところなんで、はい、生態系は似てるのか似てないのかっていうところからいくとどうですか？はい、生態系が似てるか似てないかで言えば、まあ、似てますね。あ、やっぱ似てるんですね、はい、なんか特別な虫がいるとかそんな感じなんですか？そうですね、全く虫は違いますね。ちょっと中南米で見つけた虫ちょっといくつか聞いてもいいですか？僕は分かるやちょっと、はい、モルフォチョって分かりますか？あ、なんか、え、あの青色のやつ？青の綺麗な。あ、なんか動物森で出てきた。あ、そうです。そうですね。動物の森が、そうですね。動物の森だ。でも青いのはなんかイメージありました。はい、あれ本当にいるんですね。います。日本だったら標本でしかあんま見れないですね。そうですね、見れないですね。モルフォチョウを見つけた時、どんな感情だったんですか？
それもよく聞かれるんですけど、本音を言うと当たり前の光景すぎて、なんかそんなうわー本当にモルフォが飛んでるっていうような感覚もなくって。そう、当たり前っていうのはどこで当たり前になっちゃったんですか？南米のジャングルとかって、まあ、規模が違うので、もうモルフォの前に、まあ、いろんな虫がいすぎて、うん、で、あ、モルフォだみたいな、こういう感じで飛んでるんだみたいな感じでも、うん、なんか普通にすんなり受け入れられちゃったみたいな。はい。中南米で危険な昆虫とか見ました？そうですね、タランチュラとか。タランチュラ、え、あれ大きいんですか？手のひらぐらいですね。どんな距離感でタランチュラと遭遇したんですか？すぐもう、あ、もうって感じで葉っぱに乗っかってて。あ、襲ってくることあんまりないですか？ないですね。そうなんだ。アジアはどうですか？危険な昆虫なんかいました？ハチとかはあれですよね、日本と一緒です。ハチは襲ってきます？そうですね、そのジャングルとか歩いてると巣とかが下にあったりとかして、見えないので踏み抜いたりとかしてバッっていうのとかはなんかあったりします。それどうするんですか？それ追いかけてくるんですか？やっぱりある程度巻きますね。怖っ。アフリカ行く時って僕危ないなと思ったのは、はい、アリ。あ、はい、なんか道歩いてるじゃないですか、軍隊槍のなんか列があるんですよ、やっぱりなんか、はい、それ一回踏んだらすごい噛まれて。そうですね、あれめっちゃ怖いなと思ったんですけど、ジャングルはどうなんですか？アリがそうですね、南米は特にそうですね。いや、もう怖いわあれめっちゃ痛いですもんね、はい、しかもすごい登ってくるの早いし。ちなみにジャングルじゃないですか、はい、体調悪くなったりとかしないんですか？あ、しますね。一番体調悪くなったのってどんな時ですか？なんかに刺されたとか？刺されもしますけど、刺されよりかは高山病そうなんだ。え、森って標高高いところにあるんですか？森自体は300メートルとか500ぐらいですけど、ベネズエラとかペルーは高地があって4500メートルとか、やば、4500メートル。でベネズエラで、はい、まあ、高地の虫を採集しに行って、はい、そこが4200メートルとかで、虫に興奮しすぎて走ってたりとかしたら急になんかあれもうなんか酸欠状態 でそっからもう一気に発熱、下痢とかでしばらく続いてって感じですね。あ、そうなんですね、はい、え、高山病は僕のイメージなんか頭痛とか熱とかかなって思ったんですけど、はい、下痢とかもあるんですね。そこはまあ疲れとかいろいろ。あ、でもはしゃぎすぎちゃったんですね。そうですねありがとうございます、はい、ちょっといろいろ昆虫のところをこの動画ではお聞きしちゃったんですけど、はい、次の動画では南極研究されてるって言ってたんで、はい、僕南極行ったことないでしょ、はい、南極ってどんな国なのか、どんな国って言ったらあれですけど、はい、どんな大陸なのかっていうところからお聞きしたいなと、はい、思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。